アダム・ルドビク・チャルトリスキは、ポーランドの貴族、チャルトリスキ家の子を、公爵。シェニャバの初代オルディナと、チャルトリスキ公爵家の当主ブワディスワフ・チャルトリスキと、その二番目の妻で、ヌムール公の娘マルグリット・ドルレアンの間の、長男として生まれた。父方の祖父は、アダム・イエジ・チャルトリスキ公。母方の祖祖父は、フランス王、ルイ・フィリップである。年に、 公爵家の当主となり、1899年に、おじのみ傍人からグーフフの所領を受け継いだ。非常に裕福なマグナートで、当時の資産価値は、公爵家の美術所蔵品を除いても450万、オーストリアクラウンと見積もられていた。1914年に第一次世界大戦が始まると、チャルトリスキは、オーストリア帝国軍の将校として出征した。大戦中、 妻の実家が、ザクセン王、フリードリヒアウグスと三世とエンコがあったおかげで、チャルトリスキ美術館の最も重要な所蔵品は、ドレスデンに避難させることができた。大戦後、チャルトリスキは、ロシア軍に略奪された美術館の所蔵品に対する返還要求を行い、1921年のリガ平和条約締結の後数年を経て、返還を実現させた。 1901年に裕福な女子相続人のルドビカ・クラシンスカ、白爵夫人と結婚し、間に三男五女の八人の子女を設けた。1937年に死去し、長男のアウグスティン・ユゼフ・チャルトリスキが公爵家を継いだ。長女のマウゴジャータ・チャルトリスカは、ブルボン家のガブリエル王子に嫁いだ。ありがとうございます。